福島県では原発事故の影響で特産のアンポガキが生産できなくなり、農家は収穫した柿の廃棄を余儀なくされています。アンポガキは福島県伊達地方の特産品、皇室にも献上されています。しかし、今年は試験的に作ったものから放射性物質が検出され、生産できなくなりました。収穫された柿は畑のあちこちに山積みの状態になっています。 今年ははを作るるこことができなないいため、農家の皆さんはこの皆ようにに捨てざるを得ない状態にあります。毎年、およそ8万個を生産するこの農家でも収穫した柿はすべて畑に捨てました。地元ののの農協では被害の証明とししし、て廃棄した柿の写真を撮影し 東京電力に賠償を請求することにしています。